俺から離れようなんてこと絶対に許さない。警護対象として近くにいる方が安全だという思考は彼女と一緒にいる楽しさの前では無力なのかもしれない。ごめんね、君のことずっと騙してたんだよね。それで君はこの人物がどうして儚げな顔をしてると思う？期待した写真をあげられないようなら即刻出て行ってもらうからな。あんたってさ、ほんと昔から変わってないよね。センチメンタルフォトグラフィー。